どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、ウィンターワイルドカードのチーム1の前線紹介ティアリストになっています。成功評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日12月24日から排出が始まっているウィンターワイルドカードのチーム1の選手ですね、評価をしていきたいと思います。で、今後ね、ミニリリースであったりとか、また来週ね、チーム2が登場すると思いますんで、チーム2が登場したタイミング、まあ大晦日かなに、動画をまた出していきたいなと思っております。選手の評価は SS ランクから D ランクまでの6段階になっていまして、 D ランク以上だったらまあ使ってもいいかなというレベルで、 S ランク以上だったら自分が持っているカードに変えて使うべきカードかなという基準です。今回も選手の評価はランクごとに紹介していきたいと思います。まず D ランクから始めていきたいと思います。 D ランクはランドルフです。身長188センチでスキル外科ともに5のゴールキーパーになっています。で、このカードなんですけど、目標カードになっていまして、今ですね、目標でウィンターワイルドカードトレジャーっていう目標が登場しているんですけど、これを全てクリアするとウィンターワイルドカードトレジャー2っていう目標がアンロックされます。で、この中にですね、目標カードが2名含まれていまして、今から紹介するランドルフと、あともう一人ですね、クラウス、まあ、この選手が目標カードとして登場するという形になっています。なんでこのカードは目標選手ですって話なんですが、まあ、能力としてはですね、キックが99になっていますと、それ以外の能力は85近いカードになっているっていうところで、まあキック99ね、まあゴールキーパー正直そこまで重要じゃないですっていうところで、で、それ以外の能力があんまり高くないっていうのを考えると、まああえて使うことはそんなにないカードになっているかなっていうので、D ランクにしています。ここからは C ランク発表していきたいと思います。まず一人目がヘイニエルです。目標選手になっています。身長185センチ、ワークレートミドミド、スキルがカスタムリ4になっています。能力なんですが、まあ目標カードだからっていうところはあるんですけど、全体的にバランスはいいけどちょっと足らんかなっていうようなカードになっている印象です。まあペースからドリブルまで85近く総じてあるので、特にねこの選手めちゃめちゃ操作しづらいなっていうところは多分ないと思いますし、シュートもそれなりに決められると思うんですけど、まあ他のカードに代わってこのカードを使うってなると、まあちょっとね微妙かなと。始めたての方なら、まあ、全然使ってもいいカードかなとは思うんですが、それぐらいの評価になるかなと思います。次にアレシャンドレ・パトです。身長175センチ、ワークレート、ミドロー、スキルが5、逆足が4になっています。ストライカーと両ウィングできるカードですね。能力なんですが、先ほど紹介したヘイニエルと、まあ、そこまで変わらんかなっていう感じですね。ペースとシュートがちょっとだけ高いんかな。その代わりにパスが低いですということで、まあスキルが5っていうのは嬉しいんですけど、ドリブルも若干重たいですし、まあ、そこまで使うことはないカードになっているのかなとは思います。まあ趣味カードの範囲ですね。次にタヒスチョンです。身長185センチ、ワークレート、ハイハイ、スキル逆足ともに4になっています。左のウィングとトップ下ができるカードですね。能力なんですが、何より目を引くシュート99っていうところで、まあ、ここが明らかな強みではあると思います。ポジショニングからシュート力までカンストしているんで、まあ、エリア内でボールを持てばかなりの確率で決められるということで、期待はしていいカードなんじゃないかなと思いますし、ロングシュートも99なんでね、エリア外からシュートもバンバン打っちゃっていいかなと思います。ただまあリアクション冷静さが低いんで、案外ねエリア内でボールを持った時にシュートを打つまでやたら時間がかかったりとか、枠内収められなかったりとかっていうところが結構起きる気がしています。まあちょっと使わないとわからないところではあって、まあ僕もちょっとね控えとかで使ってみようかなと思っているんですけど、まあそのあたりがだいぶ気になるので C 評価にしようと思います。ここからは B ランクですね。まず一人目がキエルリーニです。身長187センチ、ワークレート、ハイミド、スキルが4、逆足が5になっています。MLS でもねセンターバックやってるんですけど、今回ちょっとおふざけっていう形でトップ下のカードになっています。能力なんですが、ペースが90近くあって、シュートからドリブルは非常に数値がいいですと。でなんか守備もしっかりあるっていうところで、それなりに使えるカードにはなっていると思います。まあチームがねベイルと一緒なんで、決め合わせ要因としては最適っていう感じですかね。ただまあ決定力、視野、あとはまあリアクション冷静さはもうちょっと欲しかったなっていうところもあって、どこで使えばいいのかっていうのがちょっと難しいカードにはなっているかなと思います。これで決定力がね85とかあったら全然トップ下でも使えたかなと思うんですけど、まあそこの数値が若干気になるっていうところで、まあ十分使えるカードではあると思うんですけど、 B ランクにしようと思います。次にクライファートです。身長172センチ、ワークレート、ハイミド、スキル逆足ともに4になっています。両ウィングできるカードですね。能力なんですが、ペースとドリブルがしっかり数値が高いっていうところと、まあ身長172センチっていうのも相まって、間違いなくね操作しやすいカードになっていると思います。ポジショニング決定力が80っていうところはね気になりはしますけど、まあウィングで使う分には
まあ、ここはそこまで気にしなくていいのかなと思っていまして、まあ、前にしっかり走っていくっていう形ですね。で、シュート力が88ありますんで、まあ、決定力大雑把でもね、そこさえ高ければ結構決められるかなっていう印象はありますんで、まあ、そこにちょっとお願いする感じにはなるかなと思います。特性も優秀なんで、まあ、それなりに使えるカードなんじゃないかなとは思いますね。次にベルデです。身長168センチ、ワークレート、ミドロー、スキルが4、逆足が3になっています。トップ下もできるカードですね。能力なんですが、何よりね、パスの数値が99ですというところが何色の特徴になっているかなと思います。なので、サイドとかね、中央とかでしっかりボールを持った時にスルーパスとかをバシバシ通せるっていうのが非常にいいカードかなと思っていますね。ペースも90ありますし、まあ、ハンターつければほぼ完走するっていうところと、ドリブルもね、まあ、ドリブル83っていう数値が気になるんで、ここを上げてやりたいなとは思いますけど、そこさえ上げれば、しっかり活躍できるサイドアタッカーになるかなと思いますんで、 B ランクでいいのかなと思います。ここからは A ランクですね、発表していきたいと思います。まず1人目がバトラントです。身長196センチで、スキル逆足ともに5のゴールキーパーになっています。ちょっと前18か19ぐらいでね、めちゃめちゃ流行っていたゴールキーパーですね。で、能力なんですが、ゴールキーパーで重要なダイビング、ハンドリング、反射神経、ポジショニング、まあ、これがそれぞれ非常に高水準というところで、まあ、レート詐欺ではないなっていうところと、あとスピードですね。ここがめちゃめちゃ高いというところが、このカードの何よりの特徴になっていると思います。まあ、要は三角ボタンを押した時に相手に対して寄せていく速度がめちゃめちゃ速いっていうことですね。まあ、身長も196センチありますし、逆足も5で事故りづらいですし、かなり期待したいカードのうちの1枚かなと思います。次にデパウルです。SBC の選手になっています。身長180センチ、ワークレート、ハイミド、スキル逆足ともに4になっています。能力なんですが、まあ、かなり総合的に能力の高い選手になっているなというところで、CM に欲しい要素がふんだんに詰め込まれているカードかなと思います。スタミナもしっかり93ありますし、ペースもシュートもね、しっかりできて、守備もできて、パスもね、視野90というところも嬉しいかなと思います。まあ、このカードは何かね、めちゃめちゃ突き抜けて強いってわけではないと思うんですけど、まあ、しっかり1枚持っておけば、いざという時に役立つっていうようなカードになっているかなと思いますんで、非常にお勧めできる SBC のカードかなと思います。次にクラウスです。先ほども紹介した通り、目標カードになっています。身長178センチ、ワークレート、ハイハイ、スキル逆足ともに3ですね。能力なんですが、まあ、サイドバックとして欲しい能力を一通り満たしながら、パスが99ですというところが非常に特徴的なカードになっていると思います。まあ、ドリブル守備、この数値がね、今、サイドバックに求められる数値としては若干寂しさはあるとは思うんですけど、まあ、タックル84ありますし、対面の守備はそこまで悪くないかなと思っていますし、まあ、やっぱりパスですよね。ボールを持った時に前にしっかり運べる、スルーパス出せる、クロスできる、まあ、ここまで正確にできる選手はなかなかいないので、フランス人というところも相まってかなり人気が出るカードになると思います。目標カードなんでね、絶対に取るべきカードだと思ってます。次にジョアン・フェリックスです。身長181センチ、ワークレート、ミドミド、スキルが5、逆足が4になっています。右のウィングとストライカーができるカードですね。で、能力なんですが、まあ、ストライカーとしてしっかりね、能力備わっているというところで非常に評価できるカードかなと思います。まあ、ペースもドリブルもしっかりあって、パスもしっかりできて、ポジショニングも90あって、非常に優秀だと思いますが、まあ、決定力、シュート力、ロングシュート、ここが低いので、まあ、結構やらかす気がしています。間違いなく強いカードですし、まあ、華麗な目のこなし、アウトカーブ持っているところも嬉しいんですけど、まあ、僕はちょっとこの数値のストライカーは信用ならんなというところがちょっとありますんで、まあ、A ランクにしようと思います。次にサンチョです。身長180センチ、ワークレート、ハイミド、スキルが5、逆足が4になっています。トップ下とストライカーができるカードですね。能力なんですが、全体的にね、非常に優秀ではあるんですけど、もうちょっとペースとシュート欲しかったなっていうのが率直な感想になっています。スプリント速度は90近く欲しかったし、決定力からロングシュートまでは、まあ、全部85ぐらい欲しかったかなっていう感じですね。まあ、使うとしたらトップ下かなと思います。視野がしっかりあって、ドリブルもね、かなり高いですしっていうところで、ボールを持った時に軽くね、運んでパスするっていうところはできるかなと思うんですけど、まあ、やっぱりね、決定力方面が気になるかなっていうところで、ちょっと評価は下げて A ランクにしようと思います。次にクロスターマンです。身長189センチ、ワークレート、ミドミド、スキルが5、逆足が3になっています。センターバックと右のウィングバックできるカードですね。で、能力なんですが、まあ、典型的な足が速いタイプのセンターバックというところで、ペースと守備がしっかりあって、フィジカルが若干ないと、リアクション冷静さもちょっと寂しいっていうようなカードになっていると思います。まあ、守備意識が89ありますんで、身長も189センチあるっていうところを考えると、まあ、しっかり守備はできるのかなと思うんですが、まあ、やっぱりこのリアクション冷静さの数値っていうのは
気になる場面が結構出てくるんじゃないかなと思っていますね。まあ、ただ、まあ、今結構ねセンターバック足が速ければなんとかなるというところもあると思いますんで、間違いなく活躍はできるカードになっていると思います。ここからは S ランクですね、発表していきたいと思います。まず1人目がデブライネです。身長181cm、ワークレートハイハイ、スキルが4、逆足が5になっています。能力なんですが、元々のデブライネの強さを持ちながらフィジカルが99っていうところが最大の特徴になっています。なので、まあ、だいぶね存在感は放てるかなと思いますね。これが CM にいたらだいぶ困るなって思うんですけど、まあなかなかね2ボラで使えるタイプの能力ではないかなっていうところと、ペースが若干足りないんでトップ下の使えることはないかなっていうのを考えると、まあなかなかどこで使ったらいいんだろうなっていうカードになると、まあ、ジダンみたいな感じのカードですね。なんでジダンタイプの選手がめちゃめちゃ好きな方には合うと思うんですけど、僕がねこういったタイプなかなかちょっと使いこなすことができないんで、ちょっと評価は下げています。ただまあ合う人にはねとことん合うめちゃめちゃ強いカードにはなっていると思います。次にデンベレです。身長 178cm、 ワークレートハイミド、スキル逆足ともに5になっています。ストライカーができる代わりに右のウィングできなくなっているカードですね。能力なんですが、まあストライカーとしての能力はちょっと微妙ではあるかなと思うんですけど、ウィングとしてなら一級品かなと思います。ペースドリブルが最高クラスに高くてクロスもしっかりありますというところで、逆足スキルも5ですしね、間違いなく活躍できると思います。シュート力も88なんでね、まあそれなりにシュートは決められるんじゃないかなと思うんですけど、まあ今話した通りワントップとかで使うのはちょっと厳しいのかなという印象ですね。やっぱポジショニングが低いとなかなか裏抜けしてくれないんで、そこは気になるかなとは思いますけど、まあ、ウイングとして使うなら最高クラスに強いと思います。次にラカゼットです。身長 175cm、 ワークレートハイハイ、スキルが5、逆足が4になっています。能力なんですが、結構ね総合力の高いストライカーだなっていう印象で、思っていたよりねフィジカルがあるっていうところが特徴になっていると思います。ペースもしっかり90近くあるっていうところと、あと加速タイプが控えめなんで、まあ、しっかりねペースが完走近い状態で控えめのカードにできるというところで、まあ、間違いなく活躍するかなという感想ですね。まあ、決定力85、若干寂しいんですけど、まあ、ハンターで上げてしまえば問題ないのかなと思っています。ただまあラカゼットはちょっとね前作ぐらいからドリブルが急に硬くなり始めた印象がありまして、まあ、特性もね華麗な身のこなし持っていないというところと、あとこの何とも言えないドリブル能力ですね、これについてはまあ使ってみないとわからんなというところではあるんですけど、まあ、間違いなくねしっかり活躍できるカードかなと思っていますんで S ランクにしようと思います。ここからは SS ランクです。まず1人目はカンテですね。身長 168cm、 ワークレートミドハイ、スキルが2、逆足が3になっています。能力なんですが、ようやくね本来のカンテの能力が返ってきたなという感じですね。まあ、ペースがしっかりあって、驚異的なリアクション、守備能力だとスタミナと積極性も96というところで、まあ、これは間違いなく強いと思います。身長がね 168cm っていうのはありますけど、まあ、カンテ本来のシャカシャカ感といいますか、なんでおんねんみたいなことは結構起きるんじゃないかなっていう、だいぶ期待できる数値になっている印象ですね。次にメンディです。身長 180cm、 ワークレートハイハイ、スキルが4、逆足が5になっています。もうメンディ出てきたんやって感じですね。能力なんですが、非常に優秀なサイドバックになっていると思います。ペースが95近くあって、守備もしっかり、でスタミナも89、フィジカルも82、ドリブルの数値もめっちゃ高くて、まあ、この選手はねパスが高いっていうのがいいですね。同じような最強クラスサイドバックのテオエルナンデスと比べると、まあ、パスがねだいぶメンディの方が上回っているっていう状況です。まあ、守備能力、あとスタミナ方面、まあ、フィジカル含めて、まあ、そっちはねテオの方が高いんですけど、まあ、どっち選ぶかは人によるっていうところかなと思います。まあ、元々ねだいぶ評価されている金のメンディ、そこからレートがプラス4されてこういう数値になって、まあ、弱いわけないよねっていう形かなと思います。間違いなく SS ランクでいいと思います。 SS ランク最後はトモリです。身長 185cm、 ワークレートミドハイ、スキルが2、逆足が4になっています。能力なんですが、黒カードのねレート86のカードに比べても一回り強くなっているっていうところで、間違いなく評価できるセンターバックだと思います。加速もスプリント速度もどっちもねちゃんと高いっていうところで、ボールしっかりね追いつけるっていうところと、リアクションで精査、まあ、守備能力も高いんで相手に対してしっかり食いついてボール取れるっていうところで、間違いなく活躍できるカードになっていると思います。まあ、持っていたら 100% 使うでしょう。これは SS ランクでいいと思います。ウィンターワイルドカードのチーム1のティアリスト、こんな感じになりました。ぜひ参考になれば幸いです。思っていたよりねばらけたなっていう感想ではあるんですけど、まあ、しっかりねスカットを強くしていくカードはたくさん登場していますし、これから毎日 SBC も登場するみたいなんで、まあ、多分ね、これから皆さんのスカットは緑がだいぶ増えてくるんじゃないかなと思います。
あとね、来週チーム2が来たりしたらティアリスト改めて作っていきたいなと思っております。今後も FIFA 関連の解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいなと思っております。配信は基本的に Twitch でやっていますんで、よければ見に来ていただけると嬉しいなと思っております。ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では